地球に生まれた宇宙人。小さな頃からほとんど怒らなかった。大抵のことは我慢ができた。でも選挙カーだけは許せなかった。そして大人になるにつれて自由が一つずつ減っていき、カラーに見えていた地球生活がどんどん色褪せていき、心も体も病気になっていく。何かが違うと思いながらも、周りには大丈夫と必死に嘘をつき、心の中ではこんなはずじゃなかった、そんなセリフをつぶやき続ける。そんな大人になっていませんか？そしてこんな話に興味を持ってしまったあなた、宇宙から来た魂を持って生まれた地球人かもしれません。このチャンネルはこの地球という星に宇宙のルールを広めるために生まれてきた地球に生まれた宇宙人が、地球のルールで押しつぶされないように、僕がいろいろな人から教わり大切に貯めてきた地球のルールというメモをもとにお送りする深夜放送のようなチャンネルです。あなたの魂に届けば幸いです。今回の地球と宇宙のルール、テーマは恐怖の先に。僕は非常にビビリです。何をするにもためらいます。高いところや怖い場所もダメですし、足のつかないプールや逆立ちも怖くてできません。未だに親戚には人として生活ができているか心配されています。僕にとっては生活をすることが恐怖の連続でした。多分これをご覧になっている人の中でもそういう人結構多いと思います。そしてその恐怖心が足かせになって次のステップに進めていない、そんな人も多いと思います。僕も実際そうでした。でも今はある方法によってかなり克服がされています。今回はそんな怖がりな宇宙由来の皆さんへの恐怖の原因の仮説とその克服の仕方を僕なりの言葉でお伝えしたいと思います。なぜならば僕たちの成長は恐怖心の克服が鍵だからです。大きく成長するときには大概怖いものです。でもその先に行くには恐怖心の克服が必要なんです。そして地球もそれを望んでいます。そう言われてもピンとこない人多いと思いますので説明をします。僕たちは怖がりです。それには原因がいくつかありますが、一つは僕ら宇宙由来の地球人は地球に来る前の感覚が残っているので、その頃の感覚と今の感覚を比べてしまっています。その違いとはセンサーの種類の少なさです。そしてその少ないセンサーから送られてくる情報の強さに怯えています。体には五感しかなく、その五感のセンサーはそれぞれよく振り切れます。センサーの話についてはこの動画で詳しく触れていますので、ぜひご覧ください。五感を生かすという動画になります。例えれば耳栓と目隠しをしてジェットコースターに乗せられて熱いコーヒーを飲まされているような、そんな環境なんだと思います。五感を三感に減らされて残された三感が常に振り切った状態、考えただけでもトラウマになりそうです。もしこの肉体がなければ五感以外のいろいろなセンサーが働いてくれますので怖いこともないはずですが、肉体を持って五感だけで生活し、しかも現代社会の喧騒の中、その五感は常にメーターが振り切れています。僕らにとってはとても恐怖の状況です。そしてもう一つが、それに輪をかけるように地球にはネガティブが尊重される歴史があり、それを原動力にしてさらにネガティブに扇動する人々がいます。その罠に見事にはまっていろいろな原因を外に求めて、自分の今の状況を自分以外の人のせいにすることに精を出す。でもそうすることで自分に傷をつけてしまうことになり、内面にも表面にも問題が出てきて、いよいよ苦しくて気づきたくてこのチャンネルにいらっしゃいました。僕たちが怖がりなのある意味
仕方はないと思いますが、原因が分かってしまえば克服も可能なレベルです。むしろ僕たちはこの恐怖を地球から取り除いて、これまでの物質的価値観から次の波動的価値観へ前進させる役割があるんです。そこに僕らの存在理由があります。これは勝手な僕の推測ですが、世の中の 80% ぐらいの人は現状維持を好みます。そしてその 80% のうちの 90% の人は周りに釣られてしまうタイプの人です。もちろん僕らはその現状維持メンバーの中には入っていません。僕たちは変化を好む 20% の中の人々です。いや、自分は変化を好まないという人も稀にいるかもしれませんが、それは錯覚です。あなたもこの星に変革を起こすために生まれてきた人です。胸に手を当てて問いかけてみましょう。地球の環境が変革によって良い方向へ行く方がいいか、現状維持によって崩壊の方向へ向かう方がいいか。そうです、僕らは変革を起こすのです。でも暴力とか争いではもちろんありません。もっと強力な力を使います。それは共鳴です。集団の勢力として考えると、だいたい100人に2人、その人たちが勇気を持って新しいムーブメントの共鳴を起こし始めれば、先ほどの現状維持 80% の中の 90% の周りに合わせるタイプの人々はそのストーリーについていきます。そうすると 10% の固くなに現状維持を固執する人々の中の、コントロールされてしまっていて固くなだった人々も、自分がコントロールされていたということに気がつき始めて変革を受け入れます。みんな流されるんです。だから世の中を変えるには100人に2人ほどの人数がいれば十分です。そして最終的に強い既得権益のために悪意を持って現状維持を画策してきた人々は、最終手段に出るかやむなく屈するかのどちらかを選択するでしょう。僕が常に時間がないと言っているのは、 80% の現状維持派の人々に変革を浸透させるのに時間がかかるからです。そのためには100人に2人の変革の発信者が早めにそのミッションに気がついて、早めにその対策を立て行動し、 80% の人たちに1日でも早く影響を与え始めなければならないのです。今この動画を作っているのは2017年1月なんですが、このチャンネルの登録者は今現在3000人を超えています。3000人で変革の共鳴を作り出せるのは 3000×100 人に2人なので、まあ50イコール15万人です。日本人の人口を1億2000万人で計算すると、その影響の範囲は 0.125% にしかなりません。まだ圧倒的に不足しています。でもこれをご覧になっている皆さんが影響を与える人々を作り出せれば話は別です。3000人が3000人ずつ共鳴者を作り出せれば900万人です。人口比率でいくと 7.5%、 先ほどの100人中2人という計算は 2% なので余裕で達成です。僕はそこを目指しています。このチャンネルは宇宙由来の地球人だけで成功をするというのが目的では全然ありません。そこは通過点でしかありません。これを見ている皆さんが共鳴の発信者を作り出し育てていくんです。そこを頭に入れて行動を始めてください。僕らの行動の第一歩、それが恐怖の克服です。それが急務です。少し話が逸れてしまいましたが、怖さの原因は明確になりました。もう一度おさらいをしてみますと、一つは僕たちの宇宙時代の記憶の残像、もう一つは五感の鋭さ、そしてもう一つが地球がネガティブに寄ってしまっている、それが原因です。原因が特定できたので次に克服方法です。今回は一番シンプルな方法をお伝えしたいと思います。例えば自分が目指す方向と自分の現状の生活がリンクしない、自分だけがこのままの生活を維持しても結局は地球が崩壊の方向へ向かってしまって、そもそも生活の舞台である地球の環境が維持できないのでは。でもやはり収入や周りの目が気になって思い切った行動に出れない、実際こういう方多いと思います。この場合の恐怖の原因の特定をします。もちろん
いろいろあるとは思うんですけれども、基本的にはお金への不安と自分への不信です。周りの目とかもあるはあると思いますが、それは心が決まってしまえば全く関係がありません。その証拠に貯蓄が1億円あったら、多分迷わずに行きたい方向へ進みますよね。まずは原因を絞り込みましょう。でもなぜそれがここまで恐怖になるのか。それがさっき言ったセンサーの数の少なさとそのセンサーの強さです。僕たちは重要な場面やピンチになると突然五感で感じたことを世界の全てだと思い込み、五感以外で感じていることを排除します。そしてセンサーが敏感なので、その五感で感じた世界は非常にネガティブで大げさです。もともと絶対無理とは思っていないはずですが、五感で絶対できると思える時まで絶対にできないと決めつけています。周りから見たらお前はもうできるというレベルでも、センサーが敏感で世の中がネガティブに傾いているので、その恐怖を超えるなんて夢にも思えないんです。でもそれは非常にもったいない話です。先ほどのジェットコースターの例で言うと、確かに見えなくて聞こえなくて怖いのは事実ですが、そもそも遊園地にアトラクションを楽しみに来ていますし、ジェットコースターは安全第一で作られていますので、落ちて死ぬことはまずありえません。熱いコーヒーももちろんジェットコースターに乗っていたらきつく感じますが、喫茶店に行ってぬるいコーヒーが出てきたら基本的に怒りますよね。まずはそういう現状だというのを知りましょう。いや、思い出しましょう。先ほどのお金の事例でいくと、例えば借金があってそれを完済するまでは身動きが取れない、子供が成人するまでは安定した職業についていなければ、気持ちはわかります。でもそれは自分で遊園地に来て美味しいコーヒーを飲んでいる、その真っ最中なんだというのを忘れているんです。僕は映像を作るのが仕事なので、経済的に成功していて、そこで得た利益を世の中を良くするために還元していきたい、そういう起業家のインタビューなどをすることがあるんですが、そういった起業家の中の 99% が先ほどの借金の過去や離婚してシングルマザーで、そういった経験を持っていらっしゃいます。僕はむしろそういった経験がないと起業家としてある程度の収入を得ていくというのはできないんじゃないかなとすら思っているくらいです。全員辛い時期を必ず経ています。そしてその人たちの恐怖の克服法、これが面白いほど共通しています。それをシェアしたいと思います。細かい言い方が人それぞれ違うんですけれども、ある人はリストラなので強制的にそういう状況に追い込まれたとか、普通の人なら尻込みするような状況でも逆にそれを知らなかったので始めちゃったとか、友達からの誘いであるセミナーに行きそこである人と出会って劇的に変わったとか、皆さんそんな感じです。それを一言で言うと始めちゃう。とりあえずでも始めちゃう。借金があっても始めちゃう。子供がいても始めちゃう。そしてやりながら軌道修正をし形にします。完璧な形でスタートをした人なんか一人もいません。まずは始めちゃうということです。そしてそれが地球の循環活動の法則に沿っていれば、おのずとサポートされたり軌道に乗ってくる、そんな感じだと思います。これはまた別の機会に詳細をお伝えしたいなと思いますが、始めちゃうにも僕なりの根拠があるので付け出します。キーワードは火事場のバカ力です。何もしないと潜在意識の多くは眠ったままです。でも家が燃えている場所に強制的に置かれてしまうことによって、眠っている潜在意識が消臭され、いつもは眠っている不思議な力が発揮されるということです。成功の秘訣を退路を断つとしている人も結構いるんですけれども、それも近い現象です。本当に退路を断つと日常で詰まっていた意識にスペースができるので、そこにアイデアや人脈が入ってきたりします。これは全く何も始めていない人だともしかしたらイメージがつかない可能性もありますが、行動を始めている人にはわかるという内容です。何度も言いますが、自分は〇〇だから今は進めない、そう決めつけていてもその状況は変わりません。そこにずっといたいなら話は別ですが、宇宙由来の地球人にそんな人がいたら僕は驚きます。自分は〇〇だからとっても今は怖いけれども、それでもこれをやると決めて思い切ったスタートを切りましょう。一つだけ注意事項があります。たまに
現実逃避的に会社を辞めたり、現実逃避的に大金を払って新しいことを始めたり、そういう人がいますが、それはまた次の恐怖が待っているだけなので、そこは気をつけましょう。脅しているわけではありません。近道をしようと誘っているだけです。違う言い方をすると、例えば会社を辞めることにフォーカスをするのではなく、次の自分のミッションにフォーカスをするんです。逃げても恐怖の克服はできていません。これはケースバイケースなので説明が非常に難しいのですが、辛い状況から逃げることと本来の自分に向かうこと、これは本質的には別のものです。辛い状況から逃げても本来の自分に向かっていなければあまり意味はありません。正確に言うと意味はありますが、遠回りになってしまいます。時間がかかります。前者は自分を信じていません。だから簡単に行き詰まってまた同じ状況を繰り返そうとします。自分はダメだという確認作業に没頭してしまうんだと思います。後者は自分を信じています。自分を信じて恐怖を乗り越える、それが最大の経験値となります。そして今度また同じ状況になっても、自分は克服できるから全然平気だから、またやってみよう、そういう感じで挑戦のラインがどん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 上がっていくんです。そういう人は全てを失ってもまた一から作ればいいから大丈夫、そんな軽い感じです。過去にしがみつく必要がなく、心も体も楽しそうです。実は耳栓をして目隠しをして乗るジェットコースターは、普通に乗るよりも数倍達成感があるというのも事実です。そうすると普通のジェットコースターよりも目隠しをした方が楽しいじゃんとなるんです。恐怖と喜びは同じエネルギーラインです。ぜひ恐怖を克服し、自分本来の活動を始めましょう。地球はそれを待っています。まだまだ言いたいことはありますが、今日はこの辺にしておきます。賛同いただけるようであればいいねをしていただけると嬉しいです。質問や要望があったらコメント欄にお願いします。コメント欄もたくさんの同志が書いてくれています。読むだけでも面白いと思います。そしてまだまだ僕たちの同志はたくさんいます。一人でも多くの宇宙由来の地球人にこの動画を届けたいので、ぜひシェアもお願いします。ツイッターもやってます。@アースコスモス2016。それでは最後に僕がおすすめする地球を10倍楽しむ方法、今回はお店です。ネット上のお店なんですけれども、株式会社日本再生プロジェクトというですね、これは宇津美先生というですね、弾薬とかを勧めている、以前本の紹介もさせていただいたんですけれども、Facebook では結構有名な先生なんですが、その方がおすすめする商品を売っている、そういう通販のお店になります。宇津美のセレクトショップという名前ですね。多分宇津美先生の動画からこのチャンネルに来た人というのも結構多いみたいですので、ご存知の方は結構多いのかもしれませんけれども、宇津美先生というのはぜひ、もし本読んでない方がいらっしゃったら読んでいただきたいなと思うんですが、実は僕もこのチャンネルがもしどん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 大きくなっていったら物販をやろうかなと実は思っていたんですけれども、宇津美先生がやっていらっしゃるこういうお店があるんだったら、こちらにですね、皆さん行っていただいて、ぜひ応援のつもりでですね、ご利用いただければなと思います。それではまた。地球に生まれた宇宙人、チャンネル登録もよろしくお願いします。